はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、動物戦隊獣王ジャー獣王キューブウェポン動物武装キューブクマです。はい、キリンとモグラに続いてウェポンシリーズ第3弾でワイルド獣王キング初の武装キューブですね。バズーカドリルときてアックスってだんだん武器がアナログ化してますね。外箱をぐるっと見回すとこのような感じでワイルド獣王キングが武装してますし、多分他のロボ系にも装備することができるんですよね。ではレビューしていきます。テープを切って中身を確認しましょう。ウェポン系ってテレビ本編でも毎回結構唐突に登場しますよね。パカッと開けて中身を出すと、お、思ったよりメタリックっぽい茶色です。はい、中身はこうなっててキューブクマ本体のみです。まずはキューブモードぐるっと見回すとこのような感じで、正面、上側、下側、色がめちゃくちゃかっこいいです。もっと普通の茶色い成型色かと思ったら結構メタリックっぽい成型色になってて、粒子こそ入ってませんが輝いてるんですよね。で、一部シルバー塗装とかこの辺も細かく塗装されてて、ちょっとパッと見気になったのがここのヒンジ部分にびっくりマークの模様がありますから、多分手書きのせいか塗りが若干はみ出てて塗装に安定感がないんですよね。これ普段はそんなことはなくって、どれも非常に綺麗なんですが、僕もう一個クマを買ったのでこっちも見てみましょうか。あ、こっちもだ。むしろもう一個の方がちょっとひどいぐらい、ここが滲んじゃってますね。デラックス玩具とかでこういうのは割と珍しいと思います。そして相変わらずメカ的なモールドは細かく入ってて、完全な四角ではありませんが、およそ他のキューブウェポンと同じようなスクエアシルエットで、これまではヒンジが横にあったんですが今回は正面なんですね。並べると高さなんかは全く一緒で、横の奥行きとかもおおよそ変わりませんね。若干クマがコンパクトめなのかな。あ、でもほぼほぼ普段通りのサイズ感です。ではキューブモードから動物モードに変形、今回は1秒で終わります。では変形、はい終了。シンプルすぎ。まさかのワンアクションで動物モードに変形します。動物、キューブ、キューブ、動物。この瞬間変形。ただ、ちゃんとキューブが展開しただけなんですが、クマの顔もしっかりあって、前足、後ろ足、そして斧の刃の部分が尻尾ってことなんですかね。はい、ぐるっと。と見回すとこのような感じ、反対側、正面、上側、下側、顔がとにかくはっきりしててパッと見でクマってわかりますし、口もあって耳もちゃんと造形されてるんですよね。これは完璧にクマですよ。ただ畳むとキューブ、うん、簡単すぎて楽しい。そしてフラットになってますからドンと置いて綺麗に自立することができます。この状態でぐるっと見回すとこうで、他のキューブウェポンとサイズ的には同じぐらいのボリュームですね。本体カラーの茶色も他のキューブと被ってませんから、また新しい色でいいですね。ではさらに3モード目のウェポンモードに変形しましょう。これもすごく簡単で、動物モードからここのヒンジを軸にパカッと上に上げて、前足の下に取っ手がありますから、これを引き出せば、はい、ウェポンモードのクマアックスが完成しました。この3モード目も非常にお手軽に変形できましたね。ぐるっと見回すとこんな感じで、近づいてみるとこうですね。で、上側、下側で、ここに取っ手がありますから、ロボ系に持たせることができますし、パーツを畳んで畳めば、キューブ、展開で、クマ、さらに、クマアックス。3モード変形、超簡単で楽しい。
これまでワイルド獣王キングは武器なしの格闘戦が基本でしたが、キューブクマの登場により右手にクマを武装してましたので、テレビ通りに持たせれば完成、ワイルド獣王キングキューブクマ武装状態です。おははさらにごつくなりました。武装状態のままぐるっと見回すとこのような感じで、近くで見るとこうですね。さらに別角度から見るとこのようになっております。これでも気づいたかと思うんですが、正直クマアックスをまっすぐ持ててません。これちょっと理想のサンプル画像と若干差異があって、理想はこんな感じで直角に持つことができるのが理想なんですが、もともとワイルド獣王キングの右手自体がこのように外側のパーツが出っ張ってますから、そもそも他の武器を安定して保持できないんですけど、今回はワイルド獣王キングの専用武器ということで、ここが長くなったりとかしてブスッと差し込めるかと思いきや、浅くしか入れない上に、わかります？このパカパカ感。この緩さ。これ、決して個体差というのじゃなくて、他の6番のパーツでも試してみたんですが、やっぱり横にしても斜めっちゃいますね。安定しない。ここ、期待してただけに若干残念。下に下ろし気味にすると、さらにクマがうなだれちゃいますから、基本的には前にグッとまっすぐ持つような感じです。本編だとこの状態からパッとクマに変形して敵に攻撃してキューブでアタックしてまた武器に戻って武装してましたが、簡単変形のおかげでテレビ本編と同じような攻撃方法も楽しむことができます。それとアックスの刃の部分がマイクラ的な感じでカクカクですから、このシルエットは個人的に非常に好きです。割と他のキューブ系ってちゃんと武器の形になっててスクエア感が少なかったので、クマアックスのこの形は相当いいと思います。かっこいいですね。ちなみに横に持たせることもできますから、こんな感じで横振りアクションポーズを取らせることもできますし、反対側の左腕に持たせることは、あ、むしろこっちの方が安定します。しっかり奥まで刺さってますし、割とまっすぐ目に持つことができますね。で、僕は2つ買いましたから、いつも通り。取っ手を出して両方に武装することで、クマアックス二刀流です。では他のロボ系にも持たせてみましょう。まずは獣王キングにクマアックス。あ、問題なく武装することができますね。しかも3体合体の状態で持つと武器がかなり大きく見えてかっこいいかも。これはいい。はい、ぐるっと見ますとこんな感じで、もちろん別方向に持たせることもできますし、両手持ちも OK ですね。こんな感じで凶暴に武装することもできます。この状態でキューブっぽくキリンバズーカ的な感じで装備することはできるかな。あー、できます。はい、このようにクママシンガン的な感じで銃武器っぽくも装備することが OK ですね。面白い。ではさらに獣王ワイルドにクマアックスを持たせると、はい、こちらも問題なく安定して保持できて武装することができます。若干重さがあるので少し腕が下がりはしますが、綺麗に持ててますね。ぐるっと見回すとこんな感じで、獣王ワイルドは獣王キングに比べてちょっとメカ的な要素が強いですから、アックスの形よりさっきのようなこういう風に持った方が似合うと思います。今回の一連の変形とか武装モードで使わないジョイントがここにあって、これは合体ジョイントなのかな？凹凸になってますから、ワイルド獣王キングの足元とかにバッチリっぽいんですが、あ、いけました！ということで、ここに、おー！まさかの全然無理とかしてなくて、カチャッと凹凸に合体することができます。あ、でもちょっと硬いかな。反対側は、ここがありますから、無理。
なんですよね。展開して、ここははまりませんから、そもそもジョイントの位置が違いますので、ここ?このキューブ折りたたみ時に使う、このジョイントを刺すとか。あ!いけました!しかも、バッチリ、この出っ張りと干渉しないような考えられた作りになってますから、ここにはまるということで、非公式合体ではありますが、モグラとキリンの位置にクマを配置することもできます。これは今後の追加戦士との合体とか最終合体で使いそうなジョイントっぽいですね。これは今後が楽しみ。はい、ということで獣王キューブウェポンキューブクマを紹介しました。他のウェポン系同様定価900円ですから気軽に買えるデラックス玩具ですし、変形のお手軽さなんかも今回も楽しかったですね。テレビ本編ではとりあえずワイルド獣王キングの武器って感じですけど、おもちゃ的には獣王キングも獣王ワイルドも武装することができますから、割といろんなパターンで遊ぶことができます。次はそろそろ6人目の追加戦士関連の獣王キューブが来るでしょうから、そっちも楽しみですね。以上、動物戦隊獣王ジャー獣王キューブウェポンキューブクマの紹介でした。